カラールカラールはイランで開発され2009年に初飛行した無人攻撃機である。カラールは2010年8月23日、ブーシェフル原子力発電所が試験稼働を開始した翌日に公開された。式典はマレック・アシュタール工科大学で行われ、マフムード・アフマディ・ネジャード大統領自らカラールを紹介した。カラールはイランで 初めて本格的に量産された長距離用無人航空機である。中東地域の親イラン KC やハミンペー組織に供給されているとみられ、シリア内戦での実戦投入が確認されている。カラールは1970年代にアメリカ合衆国で開発された無人標的栄光機である MQM-107 ストリーカーをベースに開発されていると考えられる。 他の多くの無人攻撃機が長時間の対空能力を優先するため飛行速度が低速に設計されているのに対し高速の標的栄光機をベースに開発されたカラールは高速での爆撃が可能な無人機となっている。イランのメディアが伝えたところによればカラールは 1000km の航続距離を持ち 115kg の爆弾2発。 または 227kg の精密誘導爆弾を搭載可能である。また、中国製対艦ミサイルのコピーであるコーサル4発もしくは、ラスル11発を搭載することも可能である。カラールは全長4メートルの機体サイズを持ち、ターボジェットエンジンにより最高で、時速 900km 程度の飛行速度を有する。離陸には、ロケットアシストにはパラシュートが用いられる。 軍事専門家は、カラールがイラン革命前に輸出された MQM-107 ストリーカーのコピー生産品ではないかと指摘しているが、デネルダイナミクスの報告書によれば、カラールは MQM-107 とは類似するものの、いくつかの変更点があることから完全なクローンとは言えないとしている。ありがとうございます。